偏光レンズ、外ではめちゃめちゃ綺麗に見えるけど、スマホはめちゃめちゃ見づらくなる。というわけでどうも、カズチャンネルのカズでございます。いや、偏光レンズいいよね。ただこれつけたまんまマジで見にくい。もしですね、偏光レンズお持ちでしたら、それつけたまんまですね、スマホ見てみてください。めちゃめちゃ見づらいです。というわけで、本日はですね、こちら iPhone 買って、良かったとこ、悪かったところでございます。まあ、ちょこちょこと恒例でね、こちらやっておりますけども、結論から言っておきます。iPhone ですね、今でまあ、5、6、7、8、9、10みたいな感じで、いろいろ買ってきたんですけども、過去最高に満足してる、実は。過去最高。いや、いつもはさ、こんぐらいのアップデートか、みたいな、もう大体予想通りであるとは思うんだけども、今回ね、そこら辺の部分を、量がしてきた。でもね、バッチリとね、やっぱここは気に食わねってところもございますので、まあそちらいろいろ紹介していこうかなと思います。まあというわけで早速行ってみましょう。まあまずは、悪いところ。まあ悪いっていうかすげー残念なとこなんだけどさ、今こちらね、私 iPad Pro ね、持っております。ほんでなんとね、端子が、ライトニングではなく USB-C。 いやこれってねすごいことなんですよ。アップルがねついにこっち端子用意してきたか。うんじゃ今年出るやつは絶対 C だよなみたいな思っておりました。はい、結果。はい、ライトニングに落ち着きました。いつなるの？どうなるの？って言われておりましたが、今年もまだ粘ってきた。粘ってきた。今年来るんじゃね？みたいな一杯を去ったんだけどね。ライトニング、これがね、めんどくさいんですよ。というのがですね、端子を複数用意しないといけないっていうのがめんどくさい。ライトニングっていうのがね、iPhone でしか使わないんだよね。ほんで他にさ、ま、いろいろ電子機器持ってるじゃん。ほんで iPad Pro もそうだし、Android スマホなんかも全部 USB-C でございます。最近ではモバイルバッテリー、それもね、USB-C で充電できるタイプもものすごい多い。ということはね、USB-C になってしまえば、ケーブル1本で済んでしまうんですよ。だからこれがね、もったいなかったなぁ。また来年だな。まあ、ほんで分かってはいたと思うんだけども、こちらもですね、今年のものは対応しておりません。来年と言われております。まあ、そうなってくるとね、もう今年別にさ、もうカメラとかもうバッテリー持ちがもうやべえってなってない以外であればね、待ってもいい。まあそんで次はですね、次カメラですね。まあ去年もこちら指摘したんですけども、今年もですね、やはりその癖は強く出る傾向がございます。まあ、ちょっとね、暗いところ行ってみると分かるんですよ。これ今ね、一番暗い部屋ね、風呂場の方入ってきております。でこれでですね、今から動画撮りますので、はい、今撮ってますよ。はい、今ね、目の前に照明が見えると思うんですけども、わかりますかね、これ。はい、わかりますよ、これ。なんか画面上になんかいろいろ動いてるのもわかりますかね、これ。なんかプラプラしてますよね。なんか幽霊がいますよね、これ。そうなんですよね。最初に言っておくよ、iPhone のこちら動画はね、スマホの中でもほんとトップクラス。映像もいいし音質もすごくいい。だからそこはね、私すげえ満足しております。ただですね、なんかこのレンズの特性上ですね、ゴーストが発生しやすいんですよ。特にね、夜ね、もう動画でも写真でも光源があって、そこにの光がですね、クッて入り込むと、今みたいなゴーストがいっぱい発生します。いやー、そこはね、ほんとなんともならないとこなんだよね。絶対ね、アップルさんはそれ知ってるはずなんですけども、去年もそうだったし今年もそうだったので、技術的に直すのもね、難しいかもしれません。そんで次ね、やっぱいまいちっていうか、これもね、周りからいっぱい聞いたんだけども、超広角。今回ね、やっぱ超広角がすげえんですよ。うん、だってこの距離でこんだけ撮れるんだぜ。すごくないか。画面いっぱいまで外すとこんなもんだぜ。これはすごいんだけどもですよ。ではまたちょっと暗いとこ行きましょう。まずね、普通の等倍から行きますね。はい、というわけでどうも等倍の数でございます。いかがでしょう。まあこれがですね、夜の街歩きって感じの暗さになるかと思うんですけど、ちょっとした照明でこんぐらいね、明るく撮れてしまう。やっぱね、最近のスマホはすげーよ。ではですね、次超広角にやってみましょう。もっと広く映したいからね。どうも、超広角のカズさんでございます。はい、まあこんな感じですね。ちょっと先ほどの映像と比べてみましょうか。じゃじゃんと。はい、いやすげーですね。ノイズが乗ってくるんですよ。なんかもわもわもわって、なんか立体感がなくなって、なんか平べったいでしょ。
なんかモワモワモワってするでしょ。これがね、超広角の弱点でございます。はい、超広角来ることはね、もうめちゃめちゃウェルカムなんですけども、残念なことにですね、レンズがすごく暗いんですね。 F2.4 というものでございます。ほんで、まあ普通のね、広角レンズだとまあある程度だったじゃないですか。それが超広角を使った途端、レンズがちょっと暗いものなので夜に弱いんですよ。まあでもね、私がね、今いまいちっていうか思ったとこは損だけでございますね。逆にですね、いいなって思ったところ、まあこちら前のものと比べて重量がですね、まあ 7,8 パンぐらい増えてしまいました。なんで増えたのかというと、やっぱりバッテリー、実はやっぱ今回ね、もうバッテリーですわバッテリー持ちがね、もう目に見えるぐらい伸びまくってさ、それで大満足っていうのが一番大きいかもしれない。やっぱりね、この CPU、こちらがね、すごい高効率、少ない電圧、まあ電力でより動くようになってしまったというね、もうプリウス状態だからさ、もうほんと充電しない、1日に1回充電しないのうちこれいつもね、2日に1回ぐらいですよ、私。おそらくあの出張中とかね、私こっちの方に実は SIM カード入れてないから、テザリングで、この iPad Pro を使うことが多いんですけども、テザリングやるとやっぱバッテリー消費激しくなるじゃん。でもね、そんなに怖くない。もう電車乗ってさ、もうすぐにテザリングオンにして 4,5 時間かけて東京に行くのよ。全然夜まで余裕。前はね、ちょっと途中切れかけそうになるかなってビビりながら行ったんだけども、全然余裕これ。私ね、もう一台こっち大型の、Pixel 4、こっちの方が大きいのに、こっちの方がバッテリー持ちはいいわ。使ってて体感する。これは本当にバッテリーが持つ。だから本当充電の手間がね、少なくなった分楽だなと感じました。あとですね、細かなアップデートになってくるんだけども、あの画面がね、明るくなったんですよ。こうした時にもうマックス明るいですね。マックス明るいにするとめちゃめちゃ眩しくなりました。だから屋外でもですね、あのすごいスマートフォンが見やすいの、これ実は。まあ、ただもちろんね、バッテリー消費はね、上がるんだけども、今回バッテリーがね、増えてるからさ、まああんま気にしなくてもいいかなっていう感じでございます。ほんでちなみに皆さんも使ってるかと思いますけども、今回ね、ダークモードがね、ありますので、ダークモードにしておくことで消費電力下げることができるから、そちら設定おすすめでございます。ほんで次はですね、ちょっとレンズの方行ってみましょうか。カメラ部分、まあ先ほど、まあ広角レンズすごい私残念だと言いましたけども、それ以上にやっぱりね、魅力がある。だ普段動画ばっか撮ってるんだけども、写真1枚撮ってみました。こちらどうぞ。うわ、すごいよね、広角ならではだよね。いや、めちゃめちゃ綺麗。前の噴水でね、水がね、ピッシャーってなってるんだけども、明るい時に撮るとね、めちゃめちゃ綺麗に映るんですよ。いや、ほんとすごいよね。ほんでね、こちらで動画なんかも撮ってみました。はい、これなんか周りにいろんな模様があるとね、すげー楽しく撮れるんですよね、広角レンズ。ほら我が娘他にもなんかトンネルを抜ける時とか、そちらもすげえ。うわ、いいでしょこれ、トンネル感が。またこれね、あの手ブレ補正のレンズにさ、そんな入ってないって言ってるんだけども、それでもね、そんなブレないんだよね。あ、今これ普通の広角レンズにした。これ全然雰囲気変わるでしょ、一旦最初のやつ。ほら、いや、すげえ迫力あるけども、まあ、広角のやつもそれはそれでいいんだけども、迫力といった点ではね、やっぱ超広角めちゃめちゃいい。まあ超広角ね、あの夜綺麗に撮りたい時はまあちょっと無理があるのかもしれないけど、昼間だったらめちゃめちゃ綺麗に撮れるので、まあぜひこれはね、使ってみてくださいというところでございます。そんで、こちら iPhone 11 Pro の方には望遠レンズもついてきております。ほんでこちらね、どこで活躍したのかというと、娘の運動会娘の運動会ですごい活躍しました。望遠使わねえわって言ってたんだけどさ、確かにこの YouTube を撮るときはほとんどね、望遠使うことはない。でも被写体がね、奥にあるときだね。だから YouTuber 被写体が自分にあるからさほんと近いやつだけが基本のなんだけど、あのそうじゃないときが大体だよね。娘が運動会で遠く走ってます。他にも、まあ、ライブとかでさ、写真撮影 OK な時にさ、アーティストをより近く写すことができる。他にはね、なんか動物とかだよね。あ、例えばこれレッサーパンダちょっと写してみたからさ、ちょっと見てみる。まあレッサーパンダ可愛いなーっていう感じで、どんどんズームしながら見ると手前の方に上がってきて、さらにね、電子ズームレンズなんかも使ってやると、まあちょっと荒くはなるんだけどさ、可愛いってなるよね。
超かわいいって。やっぱこれはねズームレンズがついてるからだよね。そしてね、意外とあんま使わないんだけどポートレートいや意外と使わないこともねあるんだけどさ、前までのやつはねちょっと使いづらかったってのも実はあるんですよ。実はですね、今手元に人形をね持ってるんだけども、この距離でポートレートをやろうとすると、画面にあるようにこの離れてくださいとねこれ表示が出てしまっておりました。今まではそう、これ多分2つのレンズを使ってやってるからさ、前は広角レンズと望遠レンズを使ってたからめちゃめちゃ 2.5 メートル以上離さないといけないから近くの人をポートレートで撮ることはできなかった。でも今回普通の1倍モードを使うことで近くのものでももうちょっと離れてください。あ、もうこれで撮れるようになった。はい、チーズ。はい、まあ、こんな感じで撮れるようになってしまったということで、今までポートレートを多用してた人はねかなり使いやすくなったかと思います。だって 2.5 メートルなんて室内だったらねまあまあ難しい時あるからね、それはね。そして次はねナイトゥーモードね、ナイトゥーモードね、オルタナっぽいな、なんかナイトゥーモードって、こちらナイトゥーモードをね使っていこうかと思います。ほんでナイトゥーモードは特別にモードがあるわけではなく、もう暗かったら自動的にナイトモードを使ってくれます。ほんでまた風呂場らへんだな。うん、ではね、もう私が持ってるカメラでももう不可能なレベルで暗くしました。ほんで今ごめん、それすら見えづらいな今手持ちで今から撮影しようと思います。この室内光源としてあるのがお風呂場のなんかパネル、まあその程度で本当肉眼でもちょっと見えるは見えるんだけど文字などは見えない、いろいろ。じゃあこれでやっています。では行きます。はい、はい、今のだいたい3秒露光ぐらいで、すごい、まあもんやもやだけどさ、なんか映ってるよね。ああ、やっとうちが見えるようになった。ただですね、これ手で持ってるのか三脚で固定してるのか、これ実はね認識できている。だから今初めてやるんだけど、もしかするとこれ先ほどのやつ以上にもっとくっきり長時間露光でいけるのかもしれない。じゃあ次三脚でのナイトモードいってみましょう。見えるかな、この状態ね、この状態。ではレッツゴー。では扉開けしていきますよ。さっきと状態は一緒です。参ります。あ、長くなってる。5秒からスタートしたね。5秒か6秒から倍の露光時間。写真は、おっ、さっきよりボスコがボスコだ。ボスコがボスコになってるね、比べると。あ、全然違う。いや、まだまだ使い方で進化しますね。ほんで最後はやっぱりね、自撮りでしょう。いや、ほんと圧倒的に画質良くなった。いや、今までがね、やっぱこの外側と内側比べるとめちゃめちゃ差があったんですよ。あの、インカメ、ほんと別、おめえ iPhone かってぐらいですね。ほんと色がね、なんか情報が少なかったっていうかさ。でも今回ね、すごい綺麗。ちょっと一旦撮ってみるね。はい、というわけでこのちょろげがあるカズチャンネルのカズでございます。いや、本当にこれ使えるレベル。あの、旅中とっさに、あ、撮りたいって時に使えるレベル。いや、ほんといいよな。はい、とまあ今みたいな感じでですね、今まで実はね、なんかやろうとした時無理やりこうやってさ撮影することも多かったのよ。わざとアウトのカメラ。ただね、どういう風に映ってるかがあんまりわかんねえ。でもこっちやったらすげえわかりやすいからさ、画角調整が楽なんだよね。さらにはさ、広角にもなって周りの背景がいろいろ映るようになりました。画角で言うと前が 30mm で今が 23mm だったかな。いや、 23mm は本当いいよね。いや、なんか何ミリ何ミリ言ってもあれだからわかりづらいと思うけど、みんな YouTuber がさ、こうやって撮影する時のだいたいコンデジの画角が、まあ、24mm 相当と言われております。だから自撮りできるね範囲の画角なんですよ。ほんで前の30ってなるとちょっとね、おじさんとか強くなってしまうっていうね、そういうデメリットがございました。だからすごい聞き入ってます、ここら辺はね。そして次が最後ね、こちらの方来ていただいて、まあある意味ね、まあスマホならではと言えるでしょう。こうやって外入った時にうわーっとこっちの方の色を取るのか背景を取るのかってあると思うんですよね。うわ、もうめちゃめちゃね外が眩しい。ほんでこれね、一眼だとちょっと難しい。これ外の色も情報を残して、ほんでこっちの室内も情報を残す。でもね、まあちょっとカメラで今外の青さを出すためには、あ、こんぐらいで青さが出てきたけど室内真っ暗ね。だけども iPhone だと、はい、ご覧の通りです。もうこっちの室内の色も出て、外の青空も出てくれる。これが HDR なんだよな。ほら、テスラね。テスラちゃんとね、見えるようになってるでしょ。はい、とまあね、こんな感じでございます。
いや、あらかたですね。満足でございますな、これは。まあでもね、来年が USB-C、 そして何より 5G ですね。まあでも 5G もすげーメリットデメリットあるみたいだからね。ちょっと物陰になるだけでめちゃめちゃ速度落ちたりなど、すげーなんかいろいろ大変な部分もあるみたいでございます、 5G。 ただ電波がいいとこだとめちゃめちゃやばいらしいけどね。うん、だから 5G がね、一概にいいとことは言えませんので、5G は来年言うほど考えなくてもいい。来年期待してるのは別に機能面ではなく、Type-C だけでございます。まあ今回のですね、この iPhone11 Pro、 すごい良い仕上がりになってるし、 iPhone11 もね、今までどんどん値段上がってきたね iPhone なのにさ、結構ね安くって高性能みたいな感じになってきた。まあただ10万ぐらいするから決して安くはないんだけどさ、3万ぐらい値段の差があるから、望遠レンズいらなかったらね、ほんと11でよろしいかと思います。まあ画面もね、こっちの方が有機 EL で綺麗とか言いますけども、比べてもなかなか分かりづらい。11の液晶はね、液晶は液晶でもすごくよくできてる液晶だから、すごく綺麗なんですよね。まあ皆さんもね、まあ iPhone これから買うかどうかね、いろいろあると思うんですけども、まあ少しでも参考になれたら幸いでございます。以上ですね、 iPhone 買って良かったとこ悪かったところでございました。